ナマンダブツ、ナマンダブツ、司会のうちみな兄弟なりと、ナマンダブツ、ナマンダブツ。これまで3日間、具体的に八坂大藪会で、まあ、1日1回、ね、1つの、1日に1つの村ずつ紹介してきまして、でこれやっぱ固まって、海で今が上流で、その上流にあのこの 川の向こう側とこっち側で大藪と八坂っていう風にして、この3つがやっぱまあ固まって、カナダ移民の母村になってまいります。で八坂と同じく磯田村を形成しました須越や三ツ谷もまあ大きな移民村ということになりますけれども、しかしやっぱりあの4番目にご紹介するのはやっぱりどう言っても、前原市磯であろうと、ね、この磯というのもやっぱ大きな移民村です。で大きな移民村になるためにはたくさんの人がカナダに行く必要があり、それは、こう大きな村である必要がありますね。で大きな村ってね、例えば松原といいまして、前川ファミリーなんかがすごくね大きな商売しはった一族があったんですけれども、ここはまあ松原ですね、松原出身ですが、松原村が小さくて、でたくさんの人がカナダに行かはった割合は非常に高いんだけれども、しかし集落の規模が小さかったがゆえに、大きな移民村としてはあまり評価されています。それに比べると磯なんかは大きな村やから、そこからカナダに行かれるとやっぱ存在感が非常に大きいことになります。特に初期は非常にたくさんの人がおいでになってって、でかつ私こんな格好でお話しているぐらいですから、お寺に関わることで言いますと、1905年明治38年がカナダ開教元年ということになっていて、この年に、本願寺が佐々木千住先生をバンクーバーに発見されて、で佐々木先生が活動開始された年なんで、これはカナダ開教1年目ということになるわけだけども、それに先立って1904年に仏教会の創立委員会っていうのが発足しました。でその中で14人かな、の創立委員の人に言い張って、その中で6人までもが滋賀県人なんだけども、じゃあその内訳を見ると言ったら、その6人のうちの3人が磯の方であります、ね、で後の人はって言ったら八坂と大藪と、それから稲江の人、稲江って JR 稲江駅近くの金沢っていうところの人はね、森野さんっていう人はこれ1人ずつ入ってるけれども、磯っていうのは一つの村だけで3人もおいでになったっていうことです。でそれは村が大きかった、たくさんの人が行っておいでになった、仏教が熱心であったと、で、たくさんの人が行ってはったっていうのはこう要はですね、その当時は働き場所があったということですね。ヒップスソーミルっていうのがありまして、でこのヒップスソーミルに浜川さんたち磯の人たちがたくさん働いておいでになりました。ところがこのヒップスソーミルっていうところが火事で焼けてしもって、でじゃあ再建しようないかいうこと で、再建していた時にまた火事が起こりまして、で再建途中で燃えてもって、でまたもう一回、火事になってもって、ついにこのヒップスソーミルは再建を諦めはりまして、で結局リーダーであった浜川さんという磯の方なんかは諦めて、で磯に帰っておいでになりました。でそういったことがもしなければで、たらればとか言ってね、たらればということを言うとはいかんのかもしれませんが、この村の大きさといい、その収容、あの就労先があったということから考えてみましても、大きな村から大きな就労先があったという状況を考えると、もしかしたらここが移民村チャンピオンであったというかなっていたかもしれないというね、そういうたらればの話になるぐらいやっぱ有力な村であり、かつ、こうやっぱり仏教に熱心な村ですね。でそういうところやからこそ川村雄哲先生という、カナダの開教師さん、非常に活躍された方が出られたんだろうし、でその川村先生のご子息がレスリー川村先生といって、私たちの龍谷大学の
仏教学科の先生は大先輩になるということでね、私も追うてもろて、ゆっくり時間取ってもろて、バンフに連れてってもろて、で、貴重なお話をたくさん聞かせていただいて、で、なんか、なんていうかな、世話好きな方で、すごい助かったな、ありがたい人やったなと思います。そういうこう磯についての個人的な思い出であったり、そして、それに先立ってやっぱ今申したようなこうカナダ移民史におけるやっぱ大きな、こうなんていうかな、存在でね、こう大きな足跡を残している村であるわけだけれども、それだから取り上げるのは当然のことになるんだけれども、今までと同じような捉え方でお話をしてきてもあまり面白くありません。村の人数が何人で、で耕地面積割ったら何人で、何単で、そして収量がどんだけあったような話はね、 滋賀県遠隔市、ね、市町村遠隔市ですね、物産、失礼、滋賀県物産市を読んでもろたらパッと分かることやから、同じ、やり方で考察を深めていても面白くあります。そこでこの磯についてお話をするときに、やっぱりそのまた違った形から、磯の地形からまずご覧いただき、そして磯の産業っていうものについてお話をしていったらいいかなと思います。で、まず磯の地形ということになりますと、私が2007年8月6日に書きました、これは読み終わった近江門徒の実質的な第1ページ目みたいなもんです。その、海を渡る前の暮らしというブログページを見ていきま、いただく前に目に飛び込んでくるのが地図ですけれども、この地図はですね、この磯のちょうど磯の地図なんです。で、これが1900で言ったら46年、昭和で言ったら21年の、地図ということになります。で、これを見ますと琵琶湖と内湖、つまり、こう琵琶湖周辺にたくさんこう沼というか内湖、内湖と書いて内湖なんですけど、内湖がぎょうさんあったうちの一つで、大きな内湖であります、入江内湖っていうのがこう見えてまいりますね。で、磯という村はこの入江内湖と琵琶湖の間に挟まったの間のこの細長い地域がこれが磯でして、従いましてこれまさに、天橋立状態であったということはお分かりいただける、そういう村です。そういう村で、で、まあ一応まあ記事、せっかく書いたものですが、この記事そのまま読んでいきましょう。たくさんの近江門徒がカナダに渡ったのは1898年からです。これはですね、こうその2年前、明治でいうと明治29年に記録的な大水害があって、で、その翌々年から退去して滋賀県人がカナダに行くようになったというデータがあります。で、滋賀で降った雨は、ざーっと基本、皆滋賀県に降った雨は基本全部最終的には琵琶湖に集まることになります。じゃあどこで排水するのって言った時には、これは瀬田川一本ということになります。で、瀬田川一本で排水しよう思ったら、もっと排水能力を高めればいいじゃないかってなもんだけれども、それをやっちゃうと京都や大阪にドワッと水が行きますんで、また京都や大阪の人は水害で困ることになります。滋賀県と京都大阪では力関係がはっきりは違いますから、滋賀県の人間を泣かしてですね、で京都大阪は少しでも水害の危機をこう避けようとしますんで、そんなわけで一回大水が来たら水はなかなか引かなかったということです。で、それからさらに南郷新井関はできるんやけど、今に比べると水位が、平常の水位が約1メートル高かったわけですから、これで洪水にならないわけがないわけですね。今の琵琶湖市行ってはる人に、あとプラス1メートル水位が高くなった状態を想像してみてください。私の知り合いでフィジーからね、来はって、今松坂市にあるかな、要はこの ALT のスーパーバイザーやってる人がいはるんですけど、このフィジーの人なんかはこうやっぱ1センチ水位が上がったらとんでもないことやからね。そうやから、こう1メートル上がったらとんでもないことになるわけです。
そういった形で常にこの琵琶湖の湖岸沿いというのは水害の危機にさらされていましたんで、そこでなんとかこう生きる場所を探さなきゃいけなくなったということで、まあ、最終的にはカナダに行かれる人が多くなったっていうような話になってまいります。で、この今からお話をするのは湖岸での生活ぶりね。でこういう天の橋立て状態というのは別にこの磯だけではありませんで、この孤島湖岸域みんなこんな調子です。でこうつまりこの磯での暮らしぶりをですね、これ知ることによって孤島湖岸の似たような地域の人はみんな同じように暮らしてはったっていうことは見えてまいります。でじゃあどうして磯なのって言ったら、磯については資料があるからで、じゃあ誰が資料を作ってくれたのって言ったら、佐野静代先生っていう方です。で佐野先生、私よりちょっと若いぐらいの方なんですけども、この方はこの2007年私がブログを書いていた時なんか滋賀大の先生でして、その後同志社大学に移られましたが、今も同志社にあるかどうかはちょっと分かりません。でその佐野先生が琵琶湖の湖岸の村々に聞き取りに行かはって、でこう磯の古老の人たちにお話を伺って、昔の磯の暮らしぶりについて聞き取りを丁寧に聞き取りをしてくださって、でかつての暮らしぶりをですね、昔の暮らしぶりについてお話をまとめてくださったのをもとにお話を今日のお話をするということになります。従いましてこの地図ですね、明治昭和21年の地図よりかまだ琵琶湖の水位が高かったわけですから、そういうふうに考えてみますと、まあ基本もうちょっと入江内湖も大きかったかもしれませんね。で、こう神殿を開発するために山削って畑にして、畑に山削った泥を内湖に入れてですね、水田作らんなんいうこともしてはったいうことも合わせてですわ。水位が高かったことと、それからこう人様がこう水田作らないことで埋め立てしはったいう後ですから、昭和21年ぐらいになりますと、この入江内湖は以前よりは小さくなっていたであろうと、小さくなっていたと。でそれでもこれだけ大きな内湖があって、天の橋立て状態に昭和21年にはあって、でこれがこう全部埋め立てられて今田んぼになっていて、見る影がなかなかありませんというのが現状ということになります。で、そういった形でかつての磯の様子を、こういう地形やったんやなっていうことを知っていただいて、これが陽みたいなもんであったんやなということをね、孤島湖岸域みんなこんなもんやったんやなっていうことを知ってもらって、でさらにですね、この地図では水のところと陸地のところがこれ分明に分かれているように見えますね。でこんな風に書かれるとそういうことになります。航空写真なんかで見たら水と田んぼが陸地がはっきり見えるように見えますけども、まあ要は湿地帯です。で今でも内湖で残ってるところがありますけど、水深言ったらこれまあ要は3メートルぐらいのところまででして、水深は低いもんです。でずっと遠浅で、でこういうふうにして地図に書いてあるように分明に水とのところと陸地とが分かれるもんじゃなくて、ここに吉原まあ足と言った方がいいかもしれませんね。琵琶湖では足というのは悪いという意味やから、足ね、普通やったら芦田伸介の足と書いてね言うけれども、芦田伸介ともうちょっと年いった人じゃないと分からんから、足というものがあってんけど、その足というのは悪いという意味やから、それを良しと言うて言い換えたのがこれ、琵琶湖のも周辺のものの言い方で、そういう湿地に群生しとるようなそういう水生の植物があるということを言ったら分かってくれはるかなと思います。そういう吉原がざーっと広がっとったりするような陸地とも、こう水ないことも知れんような、ジュルタといいますか、沼といいますか、
陸地でもなければ湖でも沼でもないよっていうのは、そういうところが広大に広がっていたものと思いますね。で、そういったところに何年かに一遍大水が来ますんで、そういう中で皆さんやっぱり水田というのは、この地図見てもろたらそんなにたくさん水田があるわけがないんで、ね、そうですね。でその水田があったとしても、それがまた水害によって常に米作の水収量が非常に少ないか、あるいはゼロになっちゃうっていう危険に常にさらされているのが湖東湖岸 の、 この当時のありようやったわけですから、そのもともと米作に 適するだけの土地がなく、かつそうやって常に水害の危険にさらされている中で、どんなふうにこの人たちが、琵琶湖の湖東湖岸の人たちがどんなふうにして暮らしておいでになったのかということですね。これについて次のブログのページを見ていただきますとですね、ここにもやっぱり一つの図が出てまいります。これ断面図ですわ。で断面図で左側が琵琶湖で、そして磯のわずかな天の橋立て状態のこの陸地があって、そして吉原があって、そして水深が深いところの沼があって、また吉原が出てくるというような、こういう断面図が出てまいりました。これはもちろん佐野静代先生が作ってくださったものです、ね。これを断面図を見ながら、米作には非常に困難がある中で、磯の方々がどんなふうに、こう食べていっておられたのかということを説明していきます。で広い沼、つまり入り江内湖とそれに連なる湿地帯を抱えた磯の産業ということになると、これはどういうたってウォーターフロントですから漁業って話になります。で琵琶湖の漁業ということは、エリ、魚編、魚編に入るって書いて、入室に門芸、あ、いかんな出入りの入り口を書いてエリというんですけれども、その漁法が有名ですね。これについてはいろんな説明があるし、いろんな形で検索していただいたらいいと思いますが、要は魚を誘導する魚道みたいなものを作ってですね、魚が通るルートを作っていって、で 魚がですね、こう上流に向かうっていうような、こう流れの上の方に、こう行くような習性を利用して、で魚を一箇所に集めて、で一網打尽にするっていうのが、これエリという漁法です。で、このエリがですね、今はもう観光業的にあるかな、琵琶湖にたくさんエリが用意されていますが、あれでなんかそれで本当に食べてはる人どれぐらいあるのかなと思います。観光用みたいな形のエリは琵琶湖に今たくさんありますから、知ってはる人も多いでしょう。しかしこの当時はもちろん人間が食べていくためのものでして、1807年明治3年の、湖水漁場音調べにつき、差し上げの図には37のエリが書き込まれていますが、そのほとんどが入り江内湖に設けられています。ね、そうやってそれだけたくさん魚がいたということですし、魚を取って生活してくださってたっていうことです。で、保有、磯の方々が保有していたタブネですね、船は319艘もあったといいますから、八坂は240ぐらいあったと思いますから、ずっとずっとたくさん船を持っておいでになった、つまりさまざまな形で船がどうしても必要であったということです。で、磯と四つ木と、それから浅熊地区間っていう三ヶ村を含めた入江村全体だと530艘ということになります。で漁獲量は明治35年の資料によりますと、この三村全体で 12,511 貫もんね。で1貫というのは 3.75kg、 なんかでっかい猫1匹分ぐらいね、が1貫ということになります。日本の猫では最も大きいのはこんなもんぐらいかな。
で、そのうち約4分の1が近くの天の川で取れた林村の収穫で、天の川で取れるものを言ったらハスかな。ハス言うたって琵琶湖特産のもんやから、琵琶湖水系、淀川水系に独特のもんやから知らん人もおいでになるかもしれませんが、まあ、塩焼きにして食べると美味しい魚です。で、それから磯独単独の数字とか内湖、琵琶湖の別でどれぐらいこう魚が取れたのかということは不明なんですけど、そういうことで漁産取れたもんやなと思います。で、さらにシジミなどの貝類の取れ高も不明ですけれども、やっぱりたくさん取れたと思いますね。で、そういうことですから、ウォーターフロントでもありますし、で、内湖にそんなにエリがたくさん仕掛けられていたということは、たくさんフナやナマズやドジョウやら、そういったものがたくさん取れたと思います。中がもちろん沼地の底ですから、ジュルジュルですから、ポコンとなんか、ウナギもたくさんいただろうし、から、今となっては貴重品であります土壌であったり、いろんなものが取れたということはこれ明らかなことですし、そうやって水辺ですから漁業してはったということは、これは想像が簡単にできます。そして、さらに違う形でまた、こういろんなも取ってはったわけなんですけれども、ですね、吉狩りといいまして、吉狩りからマコモ狩りによって、つまりその湿地帯で、ね、に群生しているそういう、こう自然の草を取ってきて、すだれやこもを編んだりで、屋根葺き材として用いていたということですね。今みたいに瓦葺きが当たり前ではなくて、そういう、こう自然のものを屋根の、に素材にしていくっていうことが以前はもっと多かったわけですから、こうやって湿地帯で取れるものを利用して、これを売っていたり、それが加工した後で売っていたりしたということです。それから長漁という行為には流し餅とありますが、鴨を取り餅をつけた流し網で、取るということです。ね、琵琶湖に浮かん、魚さん、あの鴨とか浮かんでるんですけどね、それをこう取っていたということです。その時の取り方とか、これ結構いろんなもん見とったらね、こう琵琶湖の漁労生活っていう本なんか読んでみますと、かなりリアルにこう、書いてあったりしますが、やっぱ鴨なんかは特にオスの鴨なんかはとても美味しくて高値で売れていたようですね。からですね、農耕のところによりますと、元利、底泥かきということですが、これはよく分からなかったんですが、これ要はね、肥料として売ってたということです。田んぼの肥料いうものもそれほど種類がなかったんで、こういったものは貴重に取り扱われていました。これはまた別のところでお話をしたらいいのかなと思いますね。そういったことなんですけども、もうちょっとお話、ちょっと長くなっています。しょうがないや。で、それからですね、冒頭の図をもう少し利用させていただきますと、浜の堤にわずかな耕地とが、ほんまに天の橋立て状態やから、そんなにたくさん土地はないんやけど、その浜堤のところにですね、かぶら、かぼちゃ、大根などを植えていまして、で、かぶらなんかは今も磯のかぶらやな、独特の品種であるということで貴重なものとされています。それ根菜類を取っておいでになるということです。だけどやっぱりどうしても米食べていかに生きていかんながらね。そこで1873年には磯の山をですね、これを減らして、で畑にして、で慣らしていったその山の泥をですね、この入江内湖に落として、でそしてこう埋め立てて、そこを水田にしたいということを県に願い出ています。で、磯の土質そのものは米作に適していたのですが、低質な泥田なので裏作の麦栽培やとか桑畑には適していません。ね、水害に見舞われることも多くて、水稲栽培には以外には大きな期待ができなかったわけです。で、これは他の他の沿岸部の村々にも共通の課題であった
ったわけですね。でそんなわけですから、わずかな土地を利用して米作、そして根菜類を作る、それから魚を取る、ね、こう磯なんかはそれに適していたと思いますし、それからあと琵琶湖に鳥持ち流して鳥を取るとかいうような形で、さまざまな形でもって米作に不適合であるような土地の中で、こう知恵を絞って生きておいでになったのが、こう磯をはじめとする古都湖岸の人々のカナダに行く前の暮らしぶりであったかということだったのであろうということです。もうちょっと話を続けていきます。今日はこの辺で。